コラベをご覧の皆様、アロハ。今日は、4月27日土曜日で、ちょうどスパムジャムっていうことで初めて参加してみました。はい、唐川通りが、ワイキキショッピングプラザあたりから歩行者天国になってるっていう、なかなかあのレアな、ねね、フェスティバルに。めっちゃ爆音で聞こえてるんだろう、ね、この声。すごい、あのブレイクダンスをステージ作られてやっていて、うんね、うん、であとスパム関係のグッズがちょっとあったりとか、そういうの、あとね、なんかあれ、はい、アロハビアカンパニーとかが出ているね、うん、これビール飲んでいいのかな、外でちょっとまだ覗いてないんですけど、うん、めっちゃ並んでたけどね、さっきすごい並んでた。で、これをちょっと、カメラを周りの様子に変えてみます。はい、はい、すごい人です。これちょっとバンと、えい、広角で行ってみましょうか。はい、まあ、目の前にこのアロハビアカンパニーがあって、ぐる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 っとこんな、すごい人です。もう唐川通りが人で埋まってますね。すごいね。ちょっと歩いてみましょうか。はーい、こんな感じ。ここは何だろう。ここはキャンコンティー、ここも何だろうね。フードバンクってあるから、あれかな、いろんなこう企画やってる感じだね。はいはい、ああ、スパムすごい。スパムがいっぱい。もちろんあのスパム結びも売ってるし、はいはい、今回あのスタッフさんが来てる、あの多分、開催してる人たちのね、あの T シャツも可愛かったりとか、あ、飲み物売ってる。いろんなお店が出店してる。すごい、わーわーわー。でも私初めてこの歩行者天国になったタラカウアを見ましたね。スパムタコスとかって言ってる人がいるな。もうすごい人で、開催時間が16時から20時だったかな。22時じゃないよね、20時ぐらいかな、うん、ちょっとあの終わる時間が確か20時だと思うんですけどって感じで申し訳ありません。ちょっと調べてまた。ものすごいこう距離が離れてる屋台みたいな感じになってるよね。ここが、場所が、あ、チーズケーキファクトリーのあたりまで来ましたね。はいはい、この先でどこまでが、これ、あ、すごい列。うん、列すごいな。スパムジャムフェスティバルって20周年なんだっけ？20周年らしいですよ、今年。あ、スパムショップがある。うん、ちょっと寄ってみましょうか。寄ってみましょうか。あ、なんかあるある、いっぱいいろいろある。あ、20って書いてある。あ、あったあった。T シャツがあった。これだ。これ欲しかったんです。これ買いたいんです。あ、よし、じゃあここでちょっとグッズを買わせていただきます。あ、いいね、いいね。サイズもあるだから。いいね、あ、かわいい。うん、かわいい。これすごいかわいい。すごいです。グッズ売り場が T シャツの争奪戦になっていて。そうそうそう。いや、私たち本当ダメだな。16時にやっぱこういうの来ないとなくなっちゃうものもありますね。きっちり来ないとね。本当に。あのサイズが出てるだけっていう風に、多分去年とか前のバージョンの T シャツ、はい、結構可愛いのあったんですけど、やっぱ C のサイズがなくて私だけ買っちゃいました。例によってレノボとか、うん、でもあの今年の20周年デザインはあの両方 ね、まだサイズがあって買えました。可愛かったです。あとエコバッグとかいろいろ散財しましたね。買っちゃったね。100ドル以上買ってるのかな、これもしかしてね。わわわわわ。で、あの C のあれなんです、あの本編で出しますけど、ホノルルクッキーペンダントに、はい、あのホノルルクッキーのね、社員さん、社員さんがすごい喜んでくれて大盛り上がりしたので、イヤリングとかプレゼントして一緒に写真撮ったりとかね、写真まで撮ったりしてすごい楽しかったです。いやー、もうあの、あ、ストリップステーキ、おー、おー、ちょっといろいろ食べたいな、ね、これは。結構いろんなお店が、ね、出てるので、少しじゃちょっと歩いてみましょうかね。すごいすごい、すごいね、これ今、5時51分あ、まだまださ、ね、時間は先があるんですけど、あ、ステーキいいな、ドリップステーキいいな、食べたいな。どんな味なんだろうか、いくらするんだろう。わ、どんな感じなんでしょうね。あ、もう小分けになってるね。あ、ほんと、ほら、おー、あー、こういう感じなんだ。んこれはソーセージか。お、あ、スパムかな。え、違うな。でもさ、スパムを使った、あ、これ何、アメリカンドッグみたいになってる。ほんとだ、これは何、面白い。ちょっと食べてみたいな。
ビールのお供とこれなんだろう。めっちゃ屋台感ある。あ、これってスパムを揚げたんじゃない？そうだよね。スパムを使った料理が出るって話だったから、おそらくそうだろうな。ハワイの縁日だ。本当にハワイの縁日だ。ダイヤモンドヘッドキャンディー。ダイヤモンドヘッドキャンディーだ。ここでスパムを使った何かなんかできる？できないよね。ああ、もう本当すごい。これは見切れないほどの。すごいな。わあ、こっち。あ、でもいろんな雑貨屋さんも本当にいろいろあるんだね。お土産屋さんみたいな。イーティングハウスジャッジ49倍ロイ山口って書いてある。いや、こんな感じで本当盛り上がってます。いやすごいね。すごい。ちょうどこのタイミングで来れてよかったね。よかったです。なかなか狙ってっていうのは ね難しいんですけど、そう教えてもらってさ。あ、教えてもらって本当にね。前にやっぱりなんかこういう唐川通りでいろいろあった時に私たち知らないで別の場所で遊んでいたりってこともあったので、はい、今回来れて本当よかったです。あ、ウクレレ売ってますね。ということで、はい、生っぽい放送、こんな感じで、はい、今回は、ね、終わろうと思います。本編の方の動画もどうかお楽しみにしていてください、はい、だいぶ先かもしれませんけどそれではちょっと何かポラベアも買って食べたいと思います。それでは、あ、スパム、スパム、スパム君、スパム君、スパム君、あ最後にわー、皆さんにお届け、スパム君です。わー、はい、スパム君でした。ということで、また次の動画でお会いしましょう。マハロー。すごい。アハヤトリジンシだ。